はい、どうもタクタクです。本日はですね、フィラメントというあの極都事変っていうねフリーゲームがあったと思うんですけど、その極都事変の番外編という形で、なんだろう、新しい新シリーズ、なんすかね、続編というか、まあ、番外編だからさ、まあ、続編といえば続編なのか、わかんないですけどね。ただ、なんか、極都事変は、今後も続くみたいで、フィラメントはその、極都事変の、なんか、本当に番外編らしくて、登場人物が出てきたり、出てこなかったり、出てきたり、出てこなかったり、わかんない。やんないとわかんないもん。はい。フィラメントね。僕ほら、案内がありましたよね。ブルース・ウィリスが出てる。フィフスエレメント、エレメントだ。始めよう！ニューゲーム！エラメントとフィラメント間違う、普通。はい。前置きが長え、そして。あ、電話。あ、現代の話っぽいね。だって、あ、でもあれも、極都事変もあれ現代の話か。もしもし。あ、千尋？お母さんだけど。ん？何？どうしたの？いつもの日常。今日、荷物送ったから。うん、わかった。今日はね、キーボードでやってます。いつもの会話。ちゃんと、ご飯食べなさいよ。ちゃんと食べてるって。何も変わらない。お母さんほんと心配してるんだから。だから大丈夫だって。はずだった。はい！あ、歩きスマホ。歩きスマホではねえな、多分な。このゲームには、グロデスク、あー。はい、リンネ堂。綺麗だよね。このリンネ堂のロゴ。若干風邪気味。おやおや、こんなところに人の子が。出てくるんですかね、極都たちは。どこからか紛れ込んだか。どうしますの、先生。先生二人いるの。まあ、目を覚ますまで待とうじゃないか。なら、部屋を用意しますわ。女の人かな？ああ、じゃあ、準備。します。な、なに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 それ。三人いるってこと？202号室へぇ。三人いるっぽいな、なんかな。へぇ。さあ、案内しよう。三人いるっぽいな、会話っぽい。会話っぽいって。何も知らぬ君へ。は、何も知らぬ君です。どうも。タクタクです。一日目！何日目か続くんですか、これは。あ、なんか、おかっぱがある。おかっぱがある。カッパガールってどういうこと？は、待って、動ける。あ、何？白い。手足が長げ。で、これどうやって何をするの？いろいろ。これでも動ける。あ、びっくりした。え、誰？体力100、年齢19歳。オプション。あ、関係ないこれ。これどうやったらキャンセルにできるやつこれ。操作わからない。あ、わかんない。あ、X がキャンセルで、Z で決定。はい。待って。オプション。ジョージダッシュオン。これにしよう。ジョージがダッシュするっていう、ね。あ、これがジョージダッシュか。ね、ジョージブッシュみたい。見覚えのない顔が映っている。これ私だろうか。わからない。真っ白のベッドだ。寝心地は悪くないと思う。うん。カレンダー。真っ白なベッド。おー。あ、なんか来た！開いた！長い。スリム。ここに入ってた。あ、違う。階段。階段だ。階段ですね。ここは何？受付名簿のようだ。リコリス総合病院。と書かれている。リコリス。明かりが消えた。あ、なんか来た。あら。おお。水銀。お目覚めかしら。随分と。水銀ってあれでしょ。ね、体温計に入ってたり、ね、中毒が起きちゃうやつでしょ。お加減はいかが。この人か、お姉言葉を使って、男の人っぽい女の人わかんない。私は水銀。当院の看護婦長。あ、女の人ですね、やっぱり。あなたは、当院の患者。婦長だもんね。看護師長だもんね。男性ならね。お分かり。
ャプテンジャックスパロー、何も覚えていらっしゃらない。まあ別段珍しいことでもありませんわ。ここでゆっくりされて結構、ただあまり長くは好ましくないかもしれませんわね。あなたはまだ生きていますもの。臨死状態ということ、そういうことですわ。その姿はただの残骸、記憶を失った自我は尊いもの。あ、はかな、うん。ま、持ってなのかというところかしら。それまでどうに、どうするかお決めになることですわ。何かご質問あるかしら。人間？ええ、間違いなくあなたは人間ですわ。私？私は死がない監獄ですわ。これでよろしいかしら。人間っていうことですか？ここは。ここはあなたのいた人の世ではありませんわ。マジ？ああ、当院は人間だろうと受け入れるのが心情。心配はご無用ですわ。どういうことですか？どうしたらいい？さあ、確実な対処法はありませんわ。多くのものを密記していれば、いずれ思い出すかもしれませんわね。電話してて車にはねられたっぽいよ。帰りたい。帰りたい？それは無理ですわ。あなたはまだ帰る準備ができていませんもの。どうしても。うん。どうしてもとおっしゃるなら仕方ありませんわ。お帰りはあちらのドアから。開いた。けれどこのまま帰るならあなたの失ったものは二度と戻りませんわ。それでもよろしければご自由に。マジかよ。あれ？あ。なんでもない。あなたの部屋はありますから、好きにされて結構ですわ。始まったわ。始まった。ちょっと待って、セーブしようか。名前さえわからない。この、なんていうの、ボブヘアの、なんか、多分臨死状態の、幽体離脱的なことでしょ、だから。違うのかな。幽体離脱ザタッチね。最近見ないね。ね。そういう状態なんだと思うんですよね。こっちかな。帰る。本当に。帰ろう。もう何も、いらん。何もいらん。お、どうした？帰ってきたよ。あ、なるほど。生死の境をさまよってたわけですね、やっぱり。で、これ、隣にお母さんっぽいね。あ、目覚めた！やったじゃん！ちひろ、よかった！あ、名前ちひろか。ちひろ。ちひろもったいない。お前は今日から千だよ。ね、ユバーバのチキロ、千とチキロのね。はてな。ここは病院。あんたは交通事故にあったのよ。覚えてる？本当にドジなんだから。略して本ドジ。怪我はね、大したことなかったんだけど、あんたが起きなくて、お母さんもどうしようかと。でもよかった。本当心配したんだから。ちょっと待ってて。すぐ先生呼んでくるからね。あ、お父さん、あ、ちょっと待って。あ、どうしたの？大丈夫？あ、あの、私。どこか痛むの？すぐ先生呼んでくるからね。待ってられる？私は。誰なのでしょうか？なるほどね。失われた記憶。これがバッドエンドでしょうね、多分。あ、戻った。なるほど。なるほど。じゃあ、これで、少しずつ病院の中を探索して、この子は記憶を取り戻していけばいいのね。ちょっと、あれだよね。先生との、看護婦さんか、看護師さんとの、看護婦師長との、この、身長差がすごいね、これね。スタイル抜群すぎるでしょ。看護婦長さんね、はい、なんて言ってる間にお時間となりました。次回からちょっとね、探索を始めようかなと思います。まあ、もうすでに、なんだろうな、ワクワクが止まらないので、ちょっとゆっくりめだけどねいつもに増してもゆっくりめだけど、ちょっとじっくり楽しんでいきたいと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？
よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。